旅人、そしてお前たちは？オイラたちの友達だ。シャンリン、グーパー、それにコクセイ。コクセイ、リーウェ七世のあの。こんにちは。いやいや、俺のような一般人がユーヘンみたいなお偉いさんと会うことなんてないから。健康的な体に筋肉質な手首、そして誠実そうな目、腕のいい料理人っぽい。わざわざ防除旅館に来るとは何か用事でも？ええ、実は。なるほど。一説によると、かまど神は霧州に姿を現したことがあるの。防除旅館はここ一帯で最も歴史ある建物だから、それに関する古書があれば保管してある可能性も高いでしょ。それでこの旅館に書庫があるか教えてほしいの。それとその中にかまど神に関するものがあるかどうかも。ああ、そういえばうちには古書が数多くあるな。俺もその中からレシピを掘り出したことがあるんだ。ただその古書がどこにあるのか思い出さないと。ちょっと探してみるから、ここで待っててくれ。そうだ旅人、お前に相談したいことがあるんだ。え、まさかモラを取るつもりなのか？俺らの仲だ、モラはいらん。ただもし時間があったら満足サラダを作ってほしいんだ。どうして満足サラダを？旅館の上の階にいる人知ってるよな。背は高くないが顔のいいあの人のこと。声が大きい、聞こえたらどうするんだ。おお、すまない。とりあえず誰のことかお前らが分かったならいい。オーナーにあいつの面倒を見ろって頼まれたんだ。だが彼は毎日のように外へ行ったり野宿したりしていて、それが難しくてな。杏仁豆腐以外あまり口にしないし。オーナーから聞いたんだが、お前の作った満足サラダをかなり気に入っていたようだ。どうやって作るのか教えてくれないか。俺も作れるようになりたい。ショーのために作るのか。お前いいやつだな。まああいつはずっとここにいるんだし悪くはしないさ。じゃあ早速探してくる、待っててくれ。ああ、早めに頼むぞ。ありがとう旅人。こちらへどうぞ。ええ、ありがとう。国生が本を読んでる間、オイラたちは満足サラダを作ろう。その間シャンリンはどうする？私もその料理をすっごく習いたいけど、みんなここを離れちゃうなら私は国生に付き合うよ。じゃあオイラたちは行くか。そのまま作ってくれ、俺はここで見てる。一回見れば大体は覚えられるはずだ。これでよしっと。よし、バッチリ覚えたぞ。感謝する。手順はもう大丈夫だよな。もちろんだ。これでもこの辺りで一番の料理人だぞ。じゃあ、国生とシャンリンのところに戻ろう。国生、シャンリン、戻ったぞ。料理は終わったの？ちょうどこっちも終わったところよ。どうだ、その本に有用な情報はあったか？いい手がかりを手に入れたわ。しかもかまど神に関して意外な記載を見つけることができたの。本人は北西200里先に霧州が位置する。そこには多くの集落があり、人々は狩猟や農耕、織物などをして暮らしていた。かまど神が降臨した時、かの者は1から幾千万もの体に分かれ、無数の童子の姿となった。
星が大地へ降るように、その者たちは人々の住まう地に散ると火を起こし、食の手助けをした。民はこうして火を手に入れ、温かいものを作り、米や汁を食し、獣の肉を焼くようになった。これはリーウェ神話周囲の内容と全く一致せず、矛盾する点が多いわ。一から幾千万もの体に分かれってどういう意味だ？かまど神は何人もいるのか？文字通りだとそういうことになるわね。人々の住まう地に散ると火を起こし、食の手助けをした。かまど神は料理を手伝ってくれるってこと？民を大切にする神のようだ。今二つの手がかりが矛盾してるけど、どっちを信じるべきなんだ？調査を進めてから結論を出すことにしましょう。貴重な本を読ませてくれてありがとう、元将。いやいや、とんでもない。逆に旅人にいろいろと助けてもらったし、いつもお前らには世話になってるな。今日はちょうど手が空いてるから、みんなに美味しいものをご馳走したい。どうだ？用事は食事が済んでからでもいいだろう。あー、この人料理の腕に相当な自信があるみたいだね。彼みたいな料理人はきっと美味しい料理を作ってくれるんだろうな。ねえ旅人、この人の料理を食べてみたいんだけど、いいよね？断りにくいわね。問題ないわよ、元将。どんな料理か期待しているわ。じゃあ少し待っててくれ。ここに慣れてるのね。私とグオッパーはこの席がいい。ロロロロロ、待たせたな。料理が全部完成したぞ。匂いを嗅いだだけでわかる。この人私のいいライバルになりそう。おお、いい香り。食事を売りにしてない宿にこれほどの料理人がいるなんて思わなかった。泊まるにしても休憩するにしても、美味しい料理を拒む人はいない。ここは名目上は旅館だが、実際には家にいるような感覚で過ごしてもらうため、全てを兼ね備えているんだ。それじゃごゆっくり。俺は厨房に戻るよ。元将は今年の料理王決定戦に参加しないの？あ、もしかしてお前も？うん、参加するよ。それに決勝まで残るつもり。あなたの料理とっても美味しいから、決勝戦で会えるのを楽しみにしてるよ。面白い。よし、決勝戦でまた会おう。まさか今のって宣戦布告？それよりも好敵手に出会えたという感じがするわね。うん、彼は本当に腕のいい料理人だと思うよ。作ってくれたものも美味しいし、料理から堅実さが伝わってくる。対戦相手として申し分ないね。それに清泉町のブロックさんとの勝負以来、まだ誰とも料理対決をしてないから、うずうずしてたんだ。そんな大げさだよ。我、クオッパー、何やってるの？あ、その子が食べてるのって、国政の好物を盗み食いしないの？そんな、私のエビのポテト包み上げ。あ、しかも一つも残さず食べちゃった。もう、外にいるときはいい子にしてって言ったでしょ。ごめんね国政、後で弁償するから。大丈夫だって、もう一人前頼めばいいだろ。今日は元将のおごりだし。それは違うの。
その時食べたいものが食べられなかったら別のものを用意しても、その残念な気持ちを補うことはできないでしょ。美味しい料理は感情、食材、雰囲気が一つになってこそでしょ。どれか一つが欠けたらダメなの。確かにそう言われてみればかなり的を射た考えかも。国政、今すぐ弁償してあげるから、何が食べたい？食べたい食材とかある？好きなものを教えてくれたら手に入れてくるよ。過度な期待をしたら悪いし、彼女を困らせるのも私の本意ではないわ。ここはこの子の気持ちを汲んであげて。それなら作ってもらいたい料理があるの。祖父の手記に書かれてた古いレシピなんだけど。問題ないよ、私に見せて。リーユエコーに戻ったら渡すわ。旅人、もうお腹いっぱいになったかしら。それならリーユエコーに戻りましょう。手記を取ってくるから。なすぎると気が良くないな。ついていきます。よっ。私は家に帰って手記を取ってくるから、後で万民堂で落ち合いましょう。うん、なら私も準備してくるね。旅人はこの辺を見て回ってる？それとも店の中に入って休憩する？ちょうど彼女に伝えたいことがあるの。シャンリンは先に用事を済ませててくれる？はーい。旅人、こっちへ。そのシャンリンとの付き合い方を教えてくれないかしら。国政、そんなことで悩んでたのか？おかしいかしら。なんでそんな目で私を見るの？国政は有能で自信があって何でもできる感じがするから。そんなことないわ。シャンリンはいつも温かく迎えてくれるし、特に今回は私を助けてくれたでしょ。いわゆるその友達というか。とにかくあんなに親身になってくれるお人よしの女の子との接し方がわからないの。旅人、教えてくれない？そう礼を言うわ。それじゃあまた後で会いましょう。国政、照れてたな。いつもの国政からは想像できない悩み事だったぞ。おーい。少し座って待っててくれる？私は荷物を準備するから、食材が足りてるかも確認しないと。お、もう聞くのか？どうしたの？お前が聞くんじゃなかったのかよ。オイラに丸投げするなんて。まあつまり、さっき防御旅館でシャンリンと国政が仲良くしてるのを見たんだけど、国政のことどう思ってるんだ？そうだな、国政はいい人だし付き合いやすい性格でしょ。誰だってこういう人とは仲良しになりたいと思うけど。お前すごいな。オイラが初めて国政に会った時なんか気難しそうなやつだと思ったぞ。そうなの？私は最初からいい人だと思ってたよ。さっきも王女旅館で国政がこっそりクオッパーに美味しいものを食べさせてあげてたのを見たしね。気づかなかった？いい人なのは分かってるぞ。ただ第一印象でそれに気づけたのか？第一印象、貝は食べたことある？貝って開けにくいけど
焼くととても美味しいでしょ。貝ならたくさん見てきたけど、焼いたのは食べたことないな。じゃあ今度私が焼いてあげるね。つまり国政もそれと同じだよ。第一印象はとっつきにくい感じがあるかもしれないけど、接していくうちに優しい一面が見えてくるの。それにグオパーに料理を盗み食いされたにもかかわらず、グオパーの面倒を見てくれるなんてすごく感謝してるんだ。なるほど。なあオイラ分かったんだけど、シャンリンって直感で動くタイプだし、だから最初から国政と距離が近かったんじゃないか。人参とカニが残ってる。それとハムとキノコも。国政はどんなレシピを持ってくるんだろう。あれ、なんか急に外が騒がしくなったぞ。何かあったのかな。あ、おっきな鳥。あの白いのって。無礼な。白いのとはなんだ。わらわにはちゃんと名がある。龍雲釈風神君が。龍雲釈風、仙人みたいな名前だね。なかなかに鋭いな小娘よ。よくぞ見抜いた。先ほどの無礼は目をつぶろう。旅の者、久しぶりだ。なんだ、月追祭のためにリーウェイを駆け回っているのか。名高い旅の者がこの月追祭に参加するとは、今年の祭りはなかなかに侮れない。食とサンガのこと。そうだ、月追祭の期間は旬の食材が食べ頃となり、美食を味わうのに絶好の機会だ。君たちが祭りを多彩に飾りつける姿を見て、わらわもじっとしていられなくなってな。美食と料理を作ることに関して、わらわの腕と発想は誰にも負けぬ。仙人たるわらわの神髄を込めた新たなからくり調理神器を世に見せつけてやろう。からくり調理神器って何？からくり調理神器ってなんだ？まあそう焦ることはない。わらわはただ挨拶に来ただけだ。時が来ればおのずとこれが何なのかわかる。それと旅人、君は食に関してなかなかの見識を持っているようだ。その時が訪れたら、わらわが意向を放つための力となってほしい。協力してほしいってことか。理解したならそれでいい。司祭を言うまでもないだろう。要件は伝えた。属世の地に長くとどまることはできない。わらわからの招聘を待つがいい。ではまた会おう。なんていうか風のような女性。いや仙人じゃなくて船長だったな。さっきの鳥すごい方みたいだね。料理もできるなんて。そうだぞ、あいつは美食家なんだ。ここに集まって何してるの。仙人ならもう行ったみたいよ。国政戻ってたのか。待たせちゃったわね。シャンリン、これが祖父の残した手記にあったレシピよ。原本は家の外に持ち出せなかったから書き写したのを持ってきたわ。けどもともとこれは祖父が古書の中から見つけたものなの。その古書自体かなり古いものだから、ところどころ内容が欠けててね、レシピも完全じゃないみたい。それで分かればいいのだけど。おお、早速確認してみるよ。うん、どれどれ。なるほど、後で試してみるよ。頼んだわ。あれ、皆さん
ここでどうされたのですか？この声は。お話し中失礼します。私もちょうどこの辺りで買い物をしていたところ、騒ぎを聞きつけまして見に来たのです。龍雲釈風神君のことかしら？さっき私もあの方を見たわ。街中に突然現れるなんて、なんというか人騒がせな仙人ね。国生さんも彼女を見たのですか？あ、少しお時間をいただけますか？お聞きしたいことがあります。どうしたの、関羽？何か急な仕事でも？いいえ、仕事とは関係のないことです。私がお伺いしたいのは個人的な質問でよろしいでしょうか？個人的な問題かしら。でもそんなはずは。最近は仕事で特に問題もなかったし。いいですか、私本当に聞きますよ。え、どうしたの？龍雲釈風神君はかなり長い間ここにいたようですが、彼女から何か私の幼少時代に関わる話を聞きましたか？幼少時代について？話してなかったわよ。本当ですか？はあ、よかったです。彼女はいつも関係のない話をしてしまうのです。私に関するつまらない過去を喋っていないか心配で。安心して、何も言ってなかったから。そんなこと言ったらむしろ国生も関羽の幼少時代が気になってくるんじゃないか？話さないでください。大丈夫よ、興味もなければ聞くつもりもないわ。関羽には知られたくない秘密があるってことでしょ。他人がそれに口出しすべきではないわ。これは礼儀に関わることよ、当然でしょ。土星論でオイラが口を挟む隙もない。国生さん、あなた。わかりました、ありがとうございます。あなたはやっぱり優しくて思いやりのある、私の思っていた通りの方です。いきなりそんなこと言わないでよ。まあいいわ、相変わらず忙しいんでしょ。早く帰りなさい。そうですね。皆さん、私にはまだ仕事が残っているのでこれで失礼します。国生さんをどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと。もちろんオイラたちに任せとけ。ありがとうございます。ではまた今度。そのことは忘れてちょうだい。みんな、ちょっと思いついたことがあるの。さっきのシン君を見て思ったんだ。もしかしたらかまど神も仙人の可能性があるんじゃないかな。お、確かにありえるな。断言はできないけど、その可能性は高いと思う。それなら仙人に聞いてみようよ。師匠なら力になってくれるかも。師匠、つまりシャンリンの師匠は仙人なの？うん、玉境内にいると思うよ。その人のところに連れてってあげるよ。Thank you.
シャンリンかい？シャンリンの師匠ってピンバーヤだったのか？これは驚いたわ。師匠、最近どう？元気だった？ああ、元気じゃよ。今日はわざわざバーヤの体を気遣いに来てくれたのかい？こんにちは。師匠、実は聞きたいことがあるんだ。かまど神って知ってる？かまど神か。もちろんじゃ。もしかしてかまど神と知り合いなのですか？そういえばもうそろそろ月酔祭の時期じゃったな。なるほど、そういうことか。かまど神について知りたいことがあると？はい、最近かまど神に関連すると思われる巨大な石が海から見つかり、私たちはそれの調査をしているところなんです。そうじゃったか。巨大な石が見つかり、それの調査を。皆の予想通り、わしはかまど神と知り合いじゃった。ただそれもずっとずっと昔のことじゃがの。月酔は元をたどれば仙人の祭儀。それを仙人のしきたりとは無縁のリーユエ人が真似るようになり、そして月酔の名を借りて様々な祭りへと変化した。美しい月夜の日にみんなで集まり、おいしいお酒とお茶を飲んで、料理に舌鼓を打ちながら団らんの喜びを祝うのじゃ。その後、元王帝君がある友人を忍ぶため、これらの祭りを月酔という言葉でまとめた。天から大地を眺め、月の誓いを行う。昔を懐かしみ、今を思い、団らんを楽しむ。それが月酔祭なんじゃ。元王帝君。かまど神はリーユエに数えきれぬほど貢献した。義を重んじる帝君はこの祭りで亡き友を忍ぶことにしたのじゃ。それらの祭りにはかつて存在したかまど神祭も含まれておったはずじゃ。帝君は伝統を重んじる。あのお方のようにできるかはわからないけど、これからは子孫である私たちが受け継いでいかないとね。国政よ、決して自分のことを卑下するんじゃないよ。後世の者が伝統儀式を大切にしていると知れば、帝君も必ずお喜びになる。ありがとうございます。国政様。どうしたの？国政様、行幸様がお呼びです。行幸が私を？重要なことみたいね。私は先に失礼するわ。もし私がなかなか戻らないようなら、行幸のところにいると思うから。行っちゃった。仕事モードの国政、なんだかすごい真剣な表情をしてたね。あなたたち、帝君の友人が誰なのか知りたいかい？知りたい。相変わらず鋭いの。世の中にはそれほど多くの偶然があるわけではないが、失われた祭り、かつての友人、これらはすべて同じことを指しておる。かまど神はバーヤの友人でもあるんじゃ。しかし訳あってかまど神はこの世に存在しない。同時に人々の記憶からも消えてしまったのじゃ。そんな。この事実は誰にとっても残念なことじゃ。ただ魔人は滅びない。わしらは約束したんじゃ。大地に世紀が満ちた時、かまど神は再びこの世に戻ってくると。本当に？
よかった。師匠もかまど神のことが懐かしいんだね。かまど神のことを話してるとき、とても仲のいい友達のことを話してるみたいだったよ。そうじゃの、あの日々は実に懐かしい。そういえば国政が調査しておるんじゃったな。あの子は根気強く、自分が決めたことは最後まで成し遂げる子じゃ。あの子の活躍を見るのは実に楽しい。力になってあげたいのじゃが、これは彼女にとって非常に重要なものとなるじゃろう。じゃから直接教えてやることはできない。国政の祖父もかまど神について研究しておった。さすが彼の孫娘じゃ。これらの歴史はその謎を受け継いだ国政が自ら解くべきじゃろう。貧乏屋は国政のおじいちゃんと知り合いなのか？もちろんじゃ。リーゆえの者とは皆長い付き合いじゃからの。あの頃は彼女の祖父は今の彼女と同じくらいの年じゃった。まだ若者だったよ。あの二人はよく似ておる。何事にも真面目で粘り強く、恐れることなく挑む姿。リーゆえはばあやにとって大切な盆栽のようなものじゃ。美しく繁栄していく過程を見守ってきたからの。あっという間にまた新しい世代が育っていく。実に喜ばしいことじゃよ。枝に新しい花が咲くからこそ、木は永遠に生きることができる。皆が巨石を手がかりに調査しておるのは正しい。あの巨石こそが失われたかまど神の心臓であり、かまど神に関する秘密もすべてその中にある。わしもその石を見てみたいのじゃが、案内してくれるじゃろうか。ひょっとしたら一目見ただけで石のことがわかるかもしれん。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。